雪の影響により列車に大幅な遅れが発生しております。博多駅の出発順序も変更となっております。まもなくしますと7番乗りは停車中、区間快速大牟田駅が発車いたします。まもなく7番乗りは区間快速大牟田駅が発車いたします。その後普通列車熊本行き、その後7番乗り場から普通列車熊本行きの順となっております。繰り返しご案内いたします。本日久留米鳥栖地区積雪の影響により列車に遅れが発生しております。列車の遅れをお知らせします。南福岡二日市方面7時発普通列車久留米行きは途中約22分遅れて運転しています。遅れは変わることがありますので、案内放送にご注意ください。行き先の変更をお知らせします。7時26分発、普通列車、南福岡行きは二日市行きに変更となります。6番乗り場に列車が到着します。この列車は折り返し、南福岡、二日市方面、7時発普通列車久留米行きとなります。危険でしたら黄色い点字ブロックの内側まで下がってお待ちください。ご乗車の際は列車とホームとの間が広く空いているところがありますのでご注意ください。お待たせいたしました。普通列車久留米行き到着です。遅れておりました。久留米行き到着です。黄色い点字ブロックの内側にお下がりください。遅れて運転しています。
知らせします。14時8分発普通列車吉塚行きは途中約24分で来ています。遅れは変わることがありますので案内放送にご注意ください。Thank you.